スマートフォンなどで動画や画像を共有できるアプリ、写真箱に児童ポルノを投稿したとして、18日、大阪府方の市立小学校の臨時教諭、秋元真一容疑者40歳を、児童売春、児童ポルノ禁止法違反などの疑いで逮捕した。間違いない、と容疑を認めているという。秋元容疑者は昨年10月、子供を相手にわいせつな行為を撮影した動画データなど、10件を写真箱に投稿した疑いがある。インターネット上で収集したもので、自分で撮影したものではない、と説明しているという。写真箱は投稿者が設定したパスワードを入力すれば、動画や画像を見られるアプリ。秋元容疑者はパスワードとして、子供未発達動画だよ、と設定していたという。利用者がパスワードを使って、有料で動画や画像を閲覧すると、投稿者に報酬が与えられる仕組みだった。県警はこれまでに、写真箱の運営会社の社長ら7人を同法違反の疑いなどで逮捕している。ネット上の反応、ギフト券狙いって、ちょっと待てよ先生。昔は子供が好きだから小学校の先生になったって言っても違和感なかったけど、今はやばいんじゃね?と思ってしまう。その前にロリコンが小学校の教員になっているのが問題です。